あれもう今ならいけんのかな。これ負け入れ、戦うのは無謀だった。開きます。おお、開いた。なんだそれ。まあいいや、ラッキー。ただこれ護身水使うかだいぶ難しいところ。ちょっとミオンごめんね俺回復して、回復してセーブでもいいんだけど、なんかないかな。なんかありそう。おー、鏡石、これで安心ですねこれで一旦死んでも大丈夫だ。じゃあ助けますか。いやー、ビビった。 あれミオの姿が見えない。逃げやがった。鍵が開けられた形跡はない。奥の本棚の後ろにいるんだろうか。隠れてんの。はい、陰と陽、僕は陰です。それでもいいんです。こんなんあったかな。なんかどんどんしてる。あ、ずっと一緒だから。これなんかずっと一緒だからじゃなかったと思うんですけど、全く同じような嫌がらせがありましたよ、赤い蝶で。はい、家紋風車。シンクの蝶ではこの家紋を集めた気がします。強化レンズ、ミオミオレンズになっちゃったの。どういう効果かな。ダメージが大きくなる。あ、濃くより大きいダメージ。へえ、なるほどね。濃くよりロマンがあるんだ。早速装備しますか、ミオ。なんか特別感あっていいですね。大技だ。この裏にいるかもっていう話でし、いないなぁ。あ、なんだっけこれ、これも見たことあるなぁ。赤荷祭だ、思い出した。この地方に伝わる被災は赤荷祭と呼ばれ、双子の巫女を持って黄泉の門を封じる祭りであるらしい。赤荷祭には本祭と呼ばれる定期的に行われる祭りと、その神事が失敗した時に行われる影祭りがあるという。それらの神事が全て失敗し、黄泉の門が溢れる最悪のことを大償いと呼び、門から死者が溢れ天を閉ざすと記されている。これまさにシンクの蝶で予習しました。やっぱこう過去作とつながりがあるとテンション上がりますね。双子巫女。あ、これも読めるんだ。はい、双子巫女について。赤荷祭において、煮えとして捧げられる双子の巫女、時として男の双子で行われる場合もある。その場合は、双子巫女と記される。この地方では、双子とはもともと一人であったものが、別れて生まれてきたと信じられているようだ。赤荷祭とは、この地に伝わる伝承にある二つに分かれた体が一つに合わさるとき、その巫女は神の子としての力が生じるというくだりを元にしたものらしく、姉が妹を、投げ入れると記されている。これは、殺し、黄泉の門へ投げ入れるんですよ。バツバツの部分はおそらく文面に書き残すことを意むような儀式なのであろう。にえという文字がその内容を表している。これ残酷な儀式ですよね。その犠牲になる巫女を姉妹、双子の相方が、その黄泉の門、なんか井戸みたいな感じだと思うんですけど、に投げ入れておしまいなんですよ。人形って言ってました今。人形なんかあった？ほんまや！人形あった！で、嫌がらせと。で、ちゃんみょうはいなくなってますね。いや、おもろかったな、シンクの蝶。まあ、ちょっとまだね、こう、動画投稿を始めたばっかの時で、いろいろぎこちないんですけど、まあ、よければ、見ていただけたら嬉しいです。こっちはもういいか。ちゃんみおが脱走したので、あ、蝶々だ。次はこっち行くんですね。セーブしたいな、そろそろ。
いつ死んでもおかしくないですからね。大丈夫か。前方よし。オールグリーン。今なんかでも反応あった？気のせい？いや。はい。地下だ。なんかさ、ラジカセでさ、降りる？みたいな下りがあったじゃないですか。だから地下やばそうですね。あ、でこれ家紋かな？はい。あー、これもあった気がするなー。懐かしい。これ確か全部をこう同じ色で繋げばよかったはずです。だよな。ちょっとやってみますね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。見当つかんな。こうすると、選んだ一個と真ん中のやつが動くんだ。ああ、でも意外と惜しいですね。OK です。これ全部右回りでした？ちょっと見てなかったな。OK、OK。とりあえずこれなんかオレンジで良さそう。どっち回りか見たいな。この時点でこれはもう違うから回しちゃいましょう。で、あと2回動くから、ここは赤のままだ。これでいいんだ、だから。こうでしょ。はい、できたー。よし、行きましょう。ガラガラガラ。失礼しまーす。ずっと一緒だ。ミオだ、ミオだ、ミオだ。取れる？取れない。だから置いていかない。私も一緒に、また一緒に、ずっと一緒だから、約束だから。お姉ちゃん、だから置いていかない。私も一緒に、また一緒に。これはもう完全にちゃんみおの意思でいいんですかね。八重ちゃんの意思とかあんのかな。だから置いていかない。私も一緒に、また一緒に。ガラガラ。あ、ここも覚えてますよ。え、ずっと一緒だよね。なんだよ、やんのかこら。でも反応ないな。ここね、もうシンクの蝶で最終決戦のステージに向かう前、ちょうど入り口みたいなところです。最後は地下で戦ったんですよ、確か。だからラジカセの奥へ、あ、奥へじゃない、下へ潜るみたいな、下る、降りる、あれはもう完全にこの計算用のラジカセだったかもですね。いや、反応あんな。絶対この辺ですね。え、これじゃないの？めっちゃこの辺反応ありますけど。違うよな。あったやっと見つけた。はい、パシャ。これさっき反応しなくなかった？まあいいや、ゲットです。これいつも苦戦してますね、探すやつ。じゃあ奥行きますか。ちょっとな、万葉岩1個欲しい体力ですね、ちょうど。しまってんのかい、ミオ。まだ何か手があるはずだ。て？はあ！さっきの人かな、これ。え、さっき勝てなかった人ですよね、これ。ちょい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 。いや、こいつ早すぎだろ。どうすんだってばよ。ちょっと待って、隙を伺う。振り返る隙を伺う。今ーよし。もう使っちゃうか、6-1。出し惜しみはなしだ。うわあ、それずるいじゃん。やめて、離して。
うお、埋まった。くそ、くそ。どうすればいい、どうすればいい。これどうせ逃げらんないですよね。やってみます。待って、フェータルフレームなんないんだもん。ダメですね、やっぱ倒すんだ。これまた逃げてればいいのかな。早い。いやだってさ、もっと高い位置で構えてれば勝手に飛び込んでくるかな。この辺、あ、来た。よし。いやー、コンボにならへんがー。ねんねんねん。あ、なんか苦しんでる。あ、気のせいか。は、なに。あ、弾飛ばしてる、弾飛ばしてる、弾飛ばしてる。あ、いた。やめて、やめて、やめて。うわ、懐かしい。この攻撃ゼロ終盤って感じするわ。追いつかれんの。くっそ。いや、強いな、これ。埋まったー。しょっちゅう埋まってんな、これ。いや、強いって。いや、あのさ、ミックのさ、あのロケットパンチしてくる敵もそうですけど、急に強いな、霊が。来い、ほい。あー、よっけられた。いや、無理だって、これ。負けたかも、やばい。あと、護身術1個ですもんね。やべ、詰まってる、詰まってる。いや、ダメだ。あー、フェイタルフレームになんない。いや、強いわ。これもう ほぼ最終盤なんじゃないの、こんな強い敵出てくるって。いや、だってなんないんだもん、フェイタルフレームに。ちょっとあと1個しか護身術いないので不安ですけど、このままいきます。万が一死んだら、あー、悔しい。これはもう欲張んない、欲張んない。万が一死んだらドンマイ。もうファイターフレーム狙わない方がいいかな、これ。これやばいやつだ。あー、もうダメ。避けろ。よし、来る。はい。あ、いいんじゃない。結果オーライ。コンボにならない。あー、これで遠距離飛ばしてくるのか。オッケーオッケー。被弾すると飛ばしてくんだ、あいつ。分かったけど、分かったけど、勝てないって。やばいやばい。やめて。耐えろ耐えろ耐えろ、ピカチュウ。よし、耐えた耐えた。飲め飲め。でも、なんとなく分かりましたね、流れは。流れは分かった。勝てるかは別だけど。しかもこれさ、ミオさ、あのフィルムの方ね、フィルムじゃない、レンズの方。ああ、もうレンズのミオさ、これ石が足んなくて使えない。また埋まった埋まった埋まった。使えないかもですね。あー、これもダメだわ。あー、よけた、よかった。これも危険だな。よし、今どちら、いた。はい。いやー、無理。これは勝てないわ。もうちょっと半分諦めモードです。もう愉快に倒れんな。あ、やべ、危ない危ない。まあ、やるだけやりますね。あー、これダメだ。痛い、やめて、触らないで。ピカチュウ耐えろ。よしよしよし、埋まったけど耐えた、埋まったけど耐えたけど、もう瀕死じゃけ。やめて。ああ、触らんといて。死んだ。お姉ちゃん、ずっと。見よう。ずーっと。ここで出てくるの。ちょっと待って待って待って、まだ来ない、まだ来ない想定でしたん。ちょっと待って。やばい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 。身をごっこしてる場合じゃないですね。はい、帰ってきました。そしたら射撃、射撃強化しようかな。遅くする。一旦これでいきます。ででででで、ドゥエドゥエドゥエ。強化したいから、どれがいいかな。さっきこの感度と範囲、
をあげたんですよね。負けちゃいましたけど、もう一回これでリベンジしようかな。よし、じゃあこれでいきます。フィルムも変えなきゃな。ただもう戦い方は分かってるんで負けないですよ。ちゃんみを救いましょう。お姉ちゃん、ずっとずっと一緒だよ。逃げよ。でこれで発揮をして金玉飛ばしてくるから、避ける避ける避ける。よし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 、もうお前の手の内はバレてんだよ。これもフェイタルフレームチャンスかな。あ、違う、まあ一応チャンス。あー、やっばい。お姉ちゃん、ずっとずっとくー、まあ奪った。一緒だよ。いやー、結局ね、あの途中もう相手のこのストーリーというか、こう手の内は分かってたんですけど、道中ね、あの入れ墨の女の、いやー、なんないじゃんフェイタルフレーム。入れ墨の女の不意打ちで一回被弾しちゃいましたっていう感じです。あー、ほらまた埋まっちゃったよ。これはどうしよっかな。万葉館でいいかな。これ2個いっちゃいましょう。万葉館マシマシ。くっそー、これは安全に避けて、これで来る。はい、あー悔しい。いや、これ分かってても強えわ。どこ行った？ここでフェイタルフレームになる時もあるんですよね。違いが分かんない。来る。はい、よし、結果オーライで金玉が来る。でもこんなちまちま削ってたらさ、いつまで経っても勝てないですよ。やっぱね、こうコンボにしてはめ、これやばい。あー、これダメかもしれん。いってー、はめないといけないからな。6-1式も無駄遣いしちゃってますもんね。はい、あー、ダメだ。ダメージくらい入ってくる。お、止まった止まった。よし、ラッキーラッキーラッキー。フェイタルフレームじゃないけどラッキーですね。は？ちょ金玉に当たったんですけど、悔しい。よし、来い。はい。いや、なんないよな。金玉でこれ回復しとくか。万葉丸ね、念には念をで。やばい、引っかかってる。あー、くそ。あ、そういえばこれ戻ってくるときに思い出したんですけど、あの散々言ってるミオちゃんの前世の八重ちゃん、はい、八重ちゃんの名字黒沢だった気がするんですよ。黒沢八重で、レイさんも黒沢レイじゃないですか。だからなんか関係あんのかなって思ったり思わなかったり。あー、なんか金玉よけの下手になってる。してますよーんと。どこ見てんの？あべ、開いた。来る。はい。いや、全然変ないですね。そろそろ6-1式切れるから。変えなきゃな。1-4で行くしかないですね。おお、金玉。おお、金玉。おお、金玉。あー、いって。それずるじゃん。どこ行った？いた。やばいかも。ここでくるっと回って1回転。6-1ないな。はい、セーフ。まあこれはちまちま行くしかないですね。まあ、完全に見切れればノーダメでいける内容ではありますもんね。はあ、ちょっと金玉と事故ったんですけど、金玉と衝突事故した。集中し、ごめんなさい、ちょっとあんま喋れなくて。やばい、
ー鏡石。大丈夫、まだ大丈夫。ああ埋まった。まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ助かる、まだ助かる、まだガスカル。あ、それはい来い。いや、きついってそれ。こいつ一番強いかもしれん、今までで。強いっていうか、なんか普通に嫌いだわ。なんか爽快感ゼロです。コンボなんないし、畜生。やばい、こっち逃げよう。こいつなー、走ってても追いつかれっかんな。よし、ここ、ここだな。はい。よし。これ本当にコンボないのかな。ちょっと無理ゲーすぎません？ミオを使うときかな。ただミオ使えない気がするんですよね、ゲージ的に。やべ、あぶねえ。は？あ、金玉か。金玉頑張りますね、今のやつ。腹立つわ。どこだ？あ、どこだ？いた。はい。うん、これは分かりますね、一応タイミングは。もう一個の方、なんか手ブンブンやる方の攻撃。マジか。あれでフェイタルフレーム取れればコンボになるんですかね。ただあれ誘発するの結構厳しいと思うんですけど、いかがなものか。はい、あー、セーフセーフセーフ、結果オーライ。よし。いやー、何気に金玉が強い。ほらー、結構追ってくるんですよね、ちゃんと。でも金玉の数増えてるから、これ弱ってんのかな。で、あと俺護身術やっべ。何クルクルしてんだよ。もうカメラワークが意地悪すぎるってばよ。ガブ伸びしましょう。もうこれは言ってらんないわ。惜しみなく使いましょう。いやー、普通に爽快感がないなこれ。これこれこれ、ここでフェイタルフレーム取れればワンチャンある。やばい、取るだけ取ってみよう。お、倒した。最後のかすり傷で絶命した。いや、強かったです。